空飛ぶトースターがいっぱい。ありがとう。私しかジャンプできないからハイテクなセキュリティはいらないね。はあ、懐かしい本部に戻ってきた。めちゃくちゃだけど私のせいだよね。私に近づくなんて無理だよ。こっちには伸びる腕があるんだからね。ノートパソコンは上の階か。この前みたいにジャンプして頭をぶつけないようにしよう。ボロボロ。巨大パンチ用のはないのかな。アミールが見たらびっくりしそう。まあお兄ちゃんは何見てもびっくりするけど。ノートパソコンが必要。もしアブーに見つかったら捨てられちゃう。エーデーで私があんな目に遭ったのはアベンジャーズのせいだって思ってるし。これキメラ？リアクタールームの監視映像だ。タールトン博士。でも司令デッキにいたはずじゃ。キャップ、どういうこと？まさか閉じ込めたの？誤作動じゃない。キャップを殺した、あいつが殺したんだ。何？タイニーダンサー？嘘でしょ。ヒーローズパーク、どういうこと？これって罠？でも違うかも。これを誰かに見せなきゃ。大丈夫カマラ、朝飯前でしょ。このくらい
ぞ。第3条 8-2 に基づき、スキャンが完了するまで動かないでください。何ですって？インヒューマンが？心配しなくていい。落ち着くんだ。スキャン完了です。インヒューマンの DNA は検出されませんでした。ご協力に感謝します。本日のスキャンについてご意見がある場合は、AIM のウェブサイトでアンケートにご記入ください。ありがとうございました。今の何だったの？なあ、インヒューマンなんかいない。単なる抜き打ち調査だ。から公園に行くのは初めて。まっすぐかな。指令デッキのことでタールトンが嘘ついてるとしたら、それ以外のことだって嘘かもしれない。スーパースライド！私ったら何してんの！しまった！カレーじゃないけど、行けた。さてと、キャップの層へ行こう。久しぶりのヒーローズパークだ。小さい頃、アブーとアミーがいつも連れてきてくれたっけ。エイムはここを壊して新しいクリニックを建てるつもりなんだ。もったいないな。全部インヒューマン。全員行方不明。だからアブーは心配してるんだね。
初めてインヒューマンって呼ばれた人か。へえ、4年も前なんだ。この先にキャップの像がよく見える場所があるはず。手を貸そうか、大男さん。キャップ、久しぶりね。タイニーダンサー。おいおい、どこ行く？別に。は？なんだよ。ほら、飲むか？いや、いい。何？追悼ってやつ？ただ近道を通っただけだ。うーん、近道。ちょっとどっか行って。で、それは戻ってきてほしいのか？人殺しどもに。そんな違うよ。違うだと？違う。じゃあそそのかされたか、インヒューマンどもに。やめてよ。先やがって。やめて。大丈夫？キャンドル小僧の彼女か？ザック、これ見ろよ。何？どいつもこいつも。もういいだろ、家に。ちょっと何するの？弟はあそこにいたんだよ。キャプテンアメリカのバカな小説を書いてな。でもあれはキャップのせいじゃ。いや、奴らのせいだ。弟はおかしくなってどこかへ連れて行かれて。落ち着けよ。もうやめろ。やめて。死んじまったんだ。もうやめてよ。やめろ。こいつあれだ。触られたらまずい。逃げるぞ。おい、大丈夫か。さあ行こう。来ないでくれ。タイニーダンサーでしょ。これ持ってきたよ。何の話だ。もうほっといてくれ。ちょっと。行かないと。もし捕まったら、あの壁に私の写真が貼られるんだろうな。場所には行かない。魔法中のインヒューマンは見当たりません。ああ、もうどこに行ってもいる。
家に帰れるかな。もう正体バレてたりして。バルクの像の付近に足跡を発見しました。調査します。了解。そうだ、友達が助けを求めてる。行かないと。あれが出口ね。警備が多すぎる。公園に行けとか、タイニーダンサーに会えとか。ああ、もうバカみたい。頭を使って、見つからない場所があるはず。下水道とか、いつも湯船に来るけど。うわぁ。下水道のトカゲさん。の方がひどい。水道で動きを検知しました。ならすぐに向かって。誰か来そう。交換する。見つけてしまったら。あいつら向かってくる。まさかゴミ箱を移動させることになるなんてね。エイムは人間も雇ってるな。テレポートもできる。大丈夫そう。スパイではなかろう。でも邪魔な存在よ。ああ、お目覚めか。すまなかった。あのシンソイドはプログラムに従っていただけなんだ。個人情報を盗むのは重大な罪よ。モニカ。まあ待て。どういうこと？
こに連れてく気？安全なところだ。失礼。立体映像の私とは随分違うだろ。だが株主は騙せるぞ。タールトン博士。本物のな。なぜサーバーに侵入したの？何も盗んでないよ。では探していたのか、治療法を。カマラ、エイムは権力者による支配から人々を解放したいだけなのだ。無限の力は人の手に余る。命さえも奪う。エーデがいい例だ。君は運よく助かった。だが科学によって間違いを正すことができる。普通の生活を取り戻せるのだ。いや、適当なのを入力しただけだし侵入できるなんて。感染が進行してる。明らかに暴力的ね。は？誰も傷つける気は。だとしても再び自分を抑えきれなくなったら、ん？大切な誰かを傷つけてしまったらどうする？アベンジャーズもその力に溺れたのだ。ねえ、そこにいた。キャップがその死んだ時、現場に。ああ、モニカが司令デッキの私を見つけた。再生式フォーミュラで助かった。さあカマラ、共に行こう。ん？エイムが君の力になろう。一か八かね。まずいわ、ジョージ。捕まえて、早く。しっかりしてよ、インヒューマンだってバレた。バカすぎ。どうする気だったの？レジスタンスに参加？ヒーローになる？家には帰れない。私をかくまえばみんなひどい目に遭う。シールドの基地がある。レジスタンスが何とか。あ、しまった。ヒューマンと認識しました。降伏すれば危害は加えません。お断り。ジャンプ！ジャンプ！
つくのやめよう。あれだ。出られないか。よし、やってやる。ゲームに降伏してください。能力を見たいの？望むところだよ。グレネード？被験体1102、自分の完璧なクローンを作り出せる。違いは目の色がわずかに異なるだけ。細胞が中央から分裂し2つの個体になる。ああ、まるでプラナリアのような人間じゃないか。その通りよ。しかもクローンはオリジナルの記憶を保持してる。0925は強力なエネルギー波を作り出すことができる。他にも火炎系の能力を持つ者が多数。まさに生きた兵器よ。制御もプログラムも可能な力だ。ヒーローなど過去の遺物だ。投薬の時間よ。もういい。半年間眠っていたのよ。この前も咳が止まらなかった。再生式フォーミュラをあと数回、それで治療は終わるわ。あの像の下にまだろうそくが灯っている。邪魔なハンマーさえなければ。放っておいて。アベンジャーズへの恐れを世間に知られてはダメ。部下に任せて。今はアダプトイドの準備を。そうだな。今日はいつもよりちょっと強い。安定したのか。
これは素晴らしい。こちらはユスフ・カーンです。ご伝言をどうぞ。後ほどかけ直します。アブー、言われた通りナキアたちとリトリートに参加してる。そしたら携帯が繋がらないの、信じられる？で、公衆電話があるとこまで歩いてきて電話してるわけ。まあとにかくアブーの言う通り楽しい。あ、日曜に帰るね。いい子にする。愛してるよ。ネットの陰謀説を信じるならレジスタンス本部はこの谷間。でもこうするしかない。